てください。狭い線路を通ります。手や足、肘、赤いシートよりも外側には出さないようお願いします。お子様からも一周目を離さないでください。写真撮影、動画撮影大歓迎ですが、機材運河に落としたりしないよう十分ご注意ください。お待たせしました。メリッキャンゴンなら出航です。行きましょう。バビリ。マルケンちゃん。出航。安全のため肘入れておいてください。ありがとうございます。肘入れておいてください。ではゆっくりと船は出航してきました。まずは皆さんとイタリア語の挨拶から行きましょう。改めまして皆さん、ボンジョルノー、ボンジョルノー、ようこそベネチアンゴンドラへ。私、案内役のゴンドリエ、シュガーリオって言います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そしてはい、お願いします。さあ、では私たちがご案内する優雅でロマンティックなベネチアンゴンドラの船旅をどうぞお楽しみください。チャオ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 。さあ、ここパランサカナルでは今みたいにみんなチャオって挨拶を使います。皆さんもすれ違いのゴンドラや川沿いのゲストの方を見かけたら、どうぞ気軽にチャオって挨拶使ってみてください。そしてですね、この運河にはですね、あのように美しい橋が何本もかかっています。その一つに願い事が叶うと言われている橋がありません。後でご案内をしますので、それまでに何をお願いするかぜひ考えておいてくださいね。船は大きく右へと曲がってきました。ここはゴンドラが通る水路の中でも幅が一番狭いところ、後ろで漕いでる兄さんの腕の見せ所です。ちょっとせっかくなので意気込みを聞いてみましょう。兄さん、大丈夫かい？もう任せとくって。はい、任せた。いや、では任せていきましょう。では狭いところありますのでね、皆さん手足肘しっかり赤いシートの内側入れておいてください。皆さん、ここはパラダイスの港、ポルトパラディソです。
さあ見てください、この目、これはまさにゴンドラに乗った皆さんしか見られない特別な景色です。さあカメラをお持ちの方、ぜひこの景色を背景に映してみてはいかがでしょうか。さあそれではしばらくの間、この美しい景色をどうぞとお楽しみください。素敵なお写真を撮りいただけましたでしょうかね。素敵な写真が撮れた方から今度前方もご覧ください。さあ目の前にですね、大きな橋が見えてきました。あの橋が願い事が叶うと言われている橋です。さあ橋の下まで行きましたら3つ数を数えます。皆さんは目を閉じて願い事をしてみてください。それでは皆様、お願い事の準備はよろしいでしょうか。それでは行きますよ。うの、ゆえ、とれ、さあ目を閉じて願い事をどうぞ。皆さんの素敵なお願い事が叶いますようにかなったらぜひ教えに来てくださいね。お待ちしてます。さあでは前からすれ違いのゴンドラがやってきました。チャオの挨拶をしてみましょう。チャオチャオ、行ってらっしゃい。皆さんの中で誕生日のお祝いでディズニーシー遊びに来ましたって方いらっしゃいますか。いらっしゃらない、ありがとうございます。もしですね、誕生日のお祝いや当日にディズニーシー遊びに来た際はぜひバースデーシールやメダルをつけてゴンドラに遊びに来てください。ゴンドリーみんなでお祝いをしたいと思います。バイバイ。
してですね、橋を抜けると目の前船着き場が見えてきました。優雅な船旅まもなく終わりです。この先水路狭くなっていきます。手、足、肘、赤いシート、外から出さないよ。私たちイタリアご案内する優雅でロマンティックなベネチアンゴンドラの船旅をどうぞお楽しみください。船内ですね、お忘れ物、落とし物大変多くなってます。皆さんお手回り品今一度よくご確認お願いします。安全のため